今すぐ出てきなさい。そんねえ、ちょっと待ってくれよ。消せ。ブラックワールド。俺の名前は山口、40歳。若い頃就職していた会社が合わず退職して、それから10年以上ニートとして実家に居座っている。最初は小言を言っていた親も今はもう何も言わない。そんな俺の楽しみは日々ネットでゲームをしたりパチンコに行くことだけ。パチンコに使っているお金はもちろん親からもらっている小遣いで。母さん、金がなくなったからお小遣いくれよ。またなの？おとといあげたばかりでしょ。パチンコで全部しゅってんだよ。いいからよこせ。働きもしないでこの子は。いい加減にしないと家から追い出すわよ。親に悪いと思わないかと言われても、こちらから望んで生まれたわけじゃないし、子供が親に迷惑をかけて当然だろう。いくらなんでもどうせ可愛い息子を追い出すことなんてできないだろう。パチンコで儲けたらソシャゲに課金する。そして自分の好きなことだけをして過ごしていた。そんなある日、ネットで SNS を眺めていると、今日のバツバツ公園の立ちんぼ情報、個別イチゴで5人くらい立ちんぼってなんで。それからいろいろ調べて、店を介さず売春活動をしている人のことを言うらしい。いわゆる女性を買うという行為が気軽に行える。その瞬間を警察に見られてしまうとアウトだが、店に行くよりも格安ということもあり、多くの人間が行き来しているという。バツバツ公園か、まあ、近所だしピンク店に行くほどの金もないし、ちょっと試してみるか。おお、珍しい。そんな格好してやっと働く気になったのかい？まあそんなところ。早速公園に行ってみると、入り口付近に等間隔で女性が並んでいて、本当にいるんだ。すげえな。あの子かわいい。ねえ君、空いてるなら一緒に。お別ねイチゴ。はい、お願いします。ちょっと不愛想だけどすぐに乗ってくれて。それからホテルへ移動し、すんなりことを済ませて。こんな簡単にできるのか、最高じゃねえかよ。それから俺は立ちんぼを買うことにハマった。店より安いし可愛い子も多く、コミッションの俺としてはすぐやれるのも性に合っていた。ホテルに入った後に金だけ持って逃げられたり、体臭がすごすぎて俺が逃げたり、いろいろあったが、立ちんぼとの遊び方をどんどん学んでいって。それから一切の金を立ちんぼにつぎ込んでいたある日、あの子は初めて見る子だったが、俺の好みにドストライクな女の子がいた。はじめまして、イブです。山口です。ごくりいくらですか？個別で 2.5 です。ちょっと高いけどいいよ。ほんと？ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。イブちゃんかわいいね。昔好きだったアイドルにそっくりで、もっとお近づきになりたい。じゃあ私帰りますね。イブちゃん、また僕と会ってほしいんだけど。もちろんですよ。いつもあの時間にいるので、また連絡待ってます。それから毎日のようにイブちゃんと会い、仲を深めた。一緒にご飯も行くような関係にまでになった。しかし、やばい、イブちゃんと会うための金がない。今まではいつもの小遣いとパチンコでお金を維持できていたが、とうとう底を尽きてしまった。母さん、小遣いが欲しいんだけど。昨日もあげたじゃない。もううちにはお金はないわよ。何にお金を使っているのかわからないけど、そろそろ働いて自分で稼ぎなさい。いいからよこせよ、クソババア。親からも無心をして、とにかくイブちゃんに会うことだけ考えていた。今日もよかったよ、イブちゃん。どうしたの？元気なさそうだね。実は私のお母さんが病気になっちゃって手術が必要なんだって。大変じゃないか。でもお金が高くて手術代が足りないの。私お父さんがいないから家族はお母さんだけで、そんなお母さんがもし死んじゃったら私泣かないでイボちゃん。その手術にはいくら必要なの？あと50万あればなんとかなりそうなんだけど、せっかくお母さんに山口さんのこと紹介しようと思ってたのに。それってお母さんの手術が成功したら一緒に会いに行ってくれる？もちろんだよ。50万か。分かった、僕が何とかするよ。ほんとありがとう。見栄を切ったものの、もう親を頼ることはできないし、どうしたらいいんだ。信用期間すぐに借りられます。一か八かここで借りてみるか。パチンコで稼いで返金すればいいし大丈夫だよね。職もなく身分証もないが、闇金融に相談すると難なくお金を借りることができて。なんだ、金ってこんなに簡単に手に入るのか。よし、早速イブちゃんに渡そう。そしてイブちゃんに渡すと彼女はとても喜んでくれた。これでずっと一緒にイブちゃんといられる、そう思っていたのもつかの間。イブちゃん全然連絡が来ないな。お母さんの手術が成功したら連絡するって言ってたのに。おかけになった電話は現在電波の届かない場所にいるか。なんで繋がらない？どうして？公園に行ってもイブちゃんの姿は見当たらなかった。連絡先もスマホのアドレスしか知らず、俺の元には借金しか残らなかった。その借金も返済のめどが立たず200万までに膨れ上がっていた。山口さん、借りた金返してくださいよ。困るんですよ。あれは俺が使ったんじゃない。騙し取られたんだよ。でも借りたのはあなたですよね。さっさと返さないともっともっと金額は膨らんでいきますよ。あんた闇金融からお金借りたの？毎日来て大声で叫ばれてご近所さんにも迷惑よ。今すぐ出て行きなさい。そんなちょっと待ってくれよ。返せ返せ。こうして俺はとうとう実家を追い出され、借金取りに追われながら逃げ回っている。働こうにもこの年で社会人経験がない人間を雇ってくれるところはなく、途方に暮れていた。体がかゆい。なんだこの発疹は。唇にも赤い斑点が。最近は咳も止まらない。どうなってるんだ。立ちんぼにはまり女性を買うことを繰り返した結果、性病が3つも併発した。住む場所も仕事も金もない。最悪だ。なんでこんなことになってんだ。この先俺は一体どうすれば。ちくしょうちくしょう。これが何もかも失った男の末路で。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。